スラカルタは、インドネシア・ジャワ島中部にある都市である。名称の由来は、1745年、マタラム王国の王都が、ソロの地に移され、そこを、スラカルタと名付けたことによる。現在でも、この地を、ソロと呼ぶ人が多い。同じく、ジャワ島中部のジョグジャカルタと共に、コマタラム王国の宮廷文化の中心であり、ガムラン、ワヤンクリ、ジャワブ島など、 ジャワの伝統文化の中心地でもある。スラカルタ市は、ジャワ島の最長河川、ソロ川の西側に位置し、東西を高い山に挟まれた盆地に位置している。市は、周辺のクラテン県、ボヨラリ県、スラゲン県、カランアニャル県、スコハルジョ県、ウォノギリ県と共に、スラカルタ地方と総称される。かつて17世紀以降、ジャワ島中部を中心にして、 流星を誇ったマタラム王国の都だったが、1749年、マタラム王家の多い継承争いによって、一方はスラカルタに、他方はジョグジャカルタに王家が分裂することになった。さらにススフナンカでは内紛が発生し、マンクヌゴロ家が分裂した。なお、ジョグジャカルタのスルタンカでもパクアラム家が分家し、かつてのマタラム王国は4王家に分かれて、 存続することになった。20世紀に入り、オランダ領東、インドにおいて、反植民地運動、民族主義運動が活発になると、ジョグジャカルタの王家が民族主義運動を支持したのに対して、スラカルタの王家はオランダへの従順も崩さず、民族主義運動とは距離を置いた。そのため、インドネシアの独立後、ジョグジャカルタの王家は、共和国内で民衆からの威見を維持し、 特別区としての自治権を認められたのに対して、スラカルタの王家は自治権を失った。2016年7月5日、バイクに乗った男が静止を振り切って警察本部の敷地に侵入し自爆した。犯人は死亡し、警察官一人が負傷した。ありがとうございます。